てんダメだ。散々でしたね。ところで、てんダメって何ですか？うぬも、てんでダメってことに決まってんじゃん。なるほど。日本語って奥が深いですね。はぁ、私、なんかもうぐったりです。隊長、一応聞いておきたいんですけど、私たちの舞台、どうでした？酷かもしれないけど、正直、見られたものじゃないな。ですよね。分かってました、私も。忌憚のないご意見、ありがとうございます。でも、この舞台を何とかするのは、隊長さん、あなたの役目でもあるんじゃないんですか？やっぱどうにもならねえよ。演技といっても、素人同士で勉強してるだけだし。それに、衣装も舞台もボロボロ。直すお金だってありません。でもほら、神山隊長も来てくれて、これからですよ。隊長って、ただ判決もぎってるだけじゃねえか。これからどうすればいいか、考えはあるのかよ。そうだな。慌てたって仕方がない。気長にコツコツとやっていこう。衣装はともかく、舞台なら俺でも直せるかもしれない。演技もみんなで指摘し合って練習を続ければきっと上達するよ。そうだといいけどな。けどやっぱそれしかねえか。打つ手なしなのか。落ち込んでばかりもいられません。私たちが何をすべきか探るためにも情報収集です。情報収集？どうするんですか？とりあえず今の公演を見ていたお客さんに感想を聞きに行きましょう。きっと何か手がかりがつかめるはずです。そうだな。何も動かないよりはマシだな。情報を集めて改善点を探してみよう。はい。ごめん、さくら。悪いけどさ、私はパスさせてもらうわ。初歩？すみません。私も今は。もう、二人とも、しっかりしてよ。すまねえけどよ。ちょっと、今は協力する気になれねえよ。初歩。今は仕方ないよ。俺とさくら、二人で行こう。はい。Thank you.
こんにちは。あの、あ、あなたはいつもさくらさんと楽しそうに話してるけしからんお兄さん。けしからん。さくらさんに微笑んでもらえるなんて、なんて羨ましい。っていうかお兄さん誰なんですか。もしかして関係者さんなんですか。俺は。どうも、新人隊長の神山です。帝国歌劇団花組を率いています。隊長って何のこと。花組の座長さんには見えないけど。いかん、一般のお客さんには秘密なんだった。ま、いいや。とにかく関係者さんなんでしょ。じゃあ仲良くしよう。私は西条五木。私は帝国歌劇団の大ファンっていうか超ファンなの。今日もこの大帝国劇場に来ることができて五木感激っていうわけでよろしくね。神山清十郎です。こちらこそ、これからも帝国歌劇団をよろしくお願いします。どこまでだって追っかけてくから。入ってちょうだい。ひどい公演だったわね。これで何回目かしら。確かに散々な内容でしたが、その分改善点もたくさんあるはずです。一つ一つ解決していけば、いつかは必ず成功させることができますよ。そうね。でもあまり時間がないのよ。時間がない。世界歌劇団大戦ですわ。世界歌劇団大戦、先日もおっしゃっていましたが、それはどう
どういったものでしょうか。近日開催される歌劇団協議会のことですわ。世界中の歌劇団がこの帝都に集まってきて、舞踏と舞踏で競い合う平和の祭典よ。そこで勝利を重ね、帝国歌劇団ここにありと広く世間に知らしめる。それこそが今の花組の目的であり、帝国歌劇団復活の第一歩ですわ。それは…あなたが戦えばいいじゃないですか。伝説の花組の力、見せてください。できることなら、とっくにそうしているわ。あなたがいかにやる気がないとしても、そこに頼らざるを得ない。それが現状よ。歌劇団大戦を勝ち抜くには、あなたたちが強くなるしかないの。そんな難しいことは百も承知ですわ。それでもやらなければ帝国歌劇団の復活は果たせない。結果を出しなさい、神山君。あなたならきっと大丈夫。わかりました。ありがとう。さて、悪いけど私は出かけますわ。歌劇団大戦をどう戦い抜くか、しっかり考えておいてちょうだい。どうぞ。Thank you.
量子甲冑三式工具か。歌劇団隊員だけが持つ霊力で動く対コーマ用の戦闘兵器。優秀な機体だが、今や主流は量子戦闘機だぞ。さすがに時代遅れだろう。おまけにどう見ても整備が行き届いていない。こんなので出撃できるのかな。予算がありませんから。カオルさん。神山さんの言う通りです。この機体でコーマと戦うのは難しいでしょう。でもそれじゃあコーマが現れたらどうすれば。スミレ様もおっしゃっていた通り、上海歌劇団に頼っているのが現状です。確かに駅で俺を守ってくれたのも上海歌劇団の機体でした。どうしようもないとはね。悔しい話ですね。そう思っていただければ幸いです。あなたはこの状況を打破するために隊長として呼ばれたのですから。はい、分かっています。スミレ様の夢を叶えるために強い花組を作り上げてください。ところで予算がないってどういうことなんですか。文字通りの意味です、神山隊長。帝国歌劇団はスミレ様のご尽力でかろうじて生きながらえているだけの組織です。政府にも軍にも、そして神崎重工にも歌劇団を援助してくれる人はいません。そんな状態でコーマと戦えと。無理ですか。俺が援助するしかありませんね。いくら用意すればいいか遠慮なく言ってください。そんなに。帝国歌劇団を養うのって大変なことなんだな。ですがスミレ様はあなたに期待しています。なんとかお願いします、神山隊長。わかりました、微力を尽くします。ありがとうございます。ところで俺の期待は見当たらないようですが。ありません。え？今はまだありません。予算が下りればそのうち用意します。そのうちって、はあ、まあ仕方ないか。予算もない、期待もない、整備の人材だって不足している。なんとかしたいけどどうにもな。まあやれる範囲でやるしかないか。仕方ないよな。ん？ここは風呂か。ずいぶん広そうだ。幸い誰もいないみたいだし、どんな風呂なのかちょっと見てみるか。船とはえらい違いだ。待て、そういえば花組って女の子ばかりだよ。ということはこのお風呂は女湯。よし、脱ごう。ここは風呂なんだし何も問題はない。女の子との裸の付き合いも隊長としての務めだからな。そんなわけないだろう。俺は何を考えてるんだ。早くここから出よう。
よかった。誰にも見つからなかったな。お前！お前、そこは女湯。問題ない。俺は女だ。呼び出しなんて。揃っているわね。みんなに伝えなければいけないことがあります。どうしたんですか？上層部からの通達があったわ。実績を出さないと花組、いいえ帝国歌劇団を解散させるという話を。解散って解散なんですか？決まってるじゃねえか。お前らが弱いからだろ。君は？神山君は初めてだったわね。紹介するわ。上海歌劇団の隊長ヤン・シャオロン君。それに隊員のホアン・ユイさんに。ヤン・シャオロン、ホアン・ユイって君は？お前はさっきの変態！かもしれない。そうかな、どう思う、ゆいくん？近づくな変態、やめろ。地獄に落ちればいいのに。何があったのか知らないけど、いい加減にしてちょうだい。ゆい、お前も落ち着け。さくらも落ち着けよ。実績がなければって話なんだろ。要はそいつを作りゃいいんじゃねえか。それです。実績を作りましょう。でも実績といってもどうすればいいんでしょう。それはやっぱり、歌劇団対戦で優勝するしかない。それなら無視はできないはずだ。おいおい、本気かよ。いえ、神山さんの言う通りです。優勝、それしかありません。そうね、優勝できれば言うことなしね。そんなの無理ですよ。一回だって勝てるかどうか。そいつの言う通りだぜ。お前たちが優勝できるわけがない。なんだと？大きな口を叩いたところで、お前たちにそんな力はないんだよ。大会には世界各国の強力な歌劇団が出場する。お前たちの出る幕なんてどこにもないぜ。隊長の言う通り。恥をかかないうちに早く逃げた方がいいね。逃げたりなんてしません。舞台一つまともにできないくせに。それでも私たちはさくら。俺たちは必ず優勝してみせる。神山さん、決まりね。は？本気で？
本気で優勝する気なんですか？シャウロン隊長、ご足労いただいたこと感謝いたしますわ。でも花組の運命は花組が決める。そうよね、神山くん。はい。頼んだわよ。それじゃあお二方、お送りしますわ。ち、はいはい、せいぜい頑張ってくれよ。歌劇団大戦で優勝。はあ、解散か。ちょっと、どうしちゃったのよ二人とも。ここが頑張りどころじゃない。なんでため息ばかりついてるの。そんなこと言ったってな。やっぱりどう考えても無理ですよ、優勝なんて。違うよ、できるよ。今こそみんなで頑張らなきゃダメなんじゃない。さくらの言う通りだ。ため息ばかりついていてもしょうがない。そうです、みんなで力を合わせましょう。優勝は無理かもしれない、でもやるだけのことはやろう。無理って、隊長までそんなこと言って。そんな気持ちで、思いで、本気で帝劇を守る気があるんですか。さくら、やるだけのことはやろうって。それで本当に帝劇が守れるんですか。仕方ないだろう。それ以外にどうしろって言うんだ。仕方ない、仕方ないって、そんな中途半端な仙人さんなんて嫌い、大嫌い。さくら、さくら。何の用ですか。そんなに怒らないでくれよ。少し話をさせてくれないか。怒ってなんかいません。私はただ。自分が不甲斐ないんです。コウマとの戦いもユイさんたちに任せきり、偉そうなこと言っても何もできない。こんなんじゃ私全然ダメじゃないですか。ダメなんかじゃない。さくらは誰よりも頑張ってる。俺はそれを知ってる。それでいいじゃないか。違うんです、それじゃダメなんです。やれることをやるんじゃ、それだけじゃダメなんです。できるまでやるんです。どこまでも叶うまでやらなきゃダメなんです。さくら、君はどうしてそこまで。桜さんがいるから。何？新宮寺桜さんがいるからです。新宮寺桜。私
小さい頃、新宮寺桜さんに助けられたんです。コウマに襲われた私の前に桜さんが颯爽と現れて、一瞬でした。ただの一刀でコウマを倒して、それが忘れられなくて、私もああなりたい。桜さんみたいに強くて美しい、そんな女性になりたいって心の底から思ったんです。それが私の本当の夢だから、私の夢は全然叶ってないんです。帝国歌劇団に入ってもこんなんじゃ本当ダメダメだよ。私、さくら、すみません神山隊長、私もう寝ます。隊長、私です。さくら、どうぞ、空いてるよ。あの、その昨日はすみません。もう怒ってないかい？怒ってないっていうか、聖人さん、私を励ましに来てくれたのにあんな態度取っちゃって、だからすみません。その写真、軍艦ですか？ああ、前に乗っていた特務艦マリシテンだ。さまざまな海上任務を受け、艦長として南方に行っていたんだ。聖人さん、艦長なんですか？すごいです。でももう沈んだ。停泊していた港の近くで客船がコウマに襲われたんだ。だから助けに行った。でもこっちの兵器はコウマにはほとんど通じない。時間を稼いで客船を逃がすので精一杯さ。そのうち機関が止まって総員退艦命令を出した。そういえばあの時助けてくれたのは上海歌劇団だったな。そんなことが。ま、客船と乗員を守れたので十分さ。そう、あれは仕方なかったんだ。聖兄さん、これは一号魔衆警報。まさか銀座にコウマが。いよいよ出撃か。よし、行くぞさくら。了解。
コウマは銀座に現れました。帝劇の目と鼻の先です。上海歌劇団は横須賀方面に現れたコウマに対処中や。戻ってくるまでにはちょっと時間かかるで。コウマが複数の場所に出現、今日は多いですね。上海歌劇団が戻ってくるまで我々がコウマを抑える必要があります。ですが俺の期待はまだ。神山君はここから指揮を取ってちょうだい。了解しました。神山隊長、私たちがいます。大丈夫。俺が戦えない分、みんなよろしく頼むよ。準備はできたようね。神山君、出撃命令を。よし。ソイン、花見の準備をせよ。了解。花見ですか？いいね、風流だぜ隊長さんよ。そういう冗談は敵を倒してから言ってください。結構本気だったんだけど。それじゃあ改めて帝国歌劇団花組出撃します。起動完了。どこにあるの？そこまでです。帝国歌劇団誕生。